本当に。あ、出てますよ、マンスリー。なるほど、マンスリーで見たと。真ん中の方にね、スイマス芸人の一覧があるから。はいはいはい、そこで、ね、いや、どうもありがとうございます。嬉しいね、意外にマンスリーが先に、うん、マンスリー情報はね、初めてかな。そうやね、うん、マンスリー見ましたよっていうのは初めて言われました。5時からに出てるんですけどね。これは知らない、知らないやん。え、さ、5時から見た。もう出身も生まれも徳島ですか。はい。あ、そうなんですね、はい。こちらのお姉さんは5時からで見たことがあると。5時からに出てる。あ、出てます、お姉さんも。出てますよ、ねえ、5時から。ねえ、いや、どうかな、5時から。月曜日なんで、はい、明日月曜日、月曜日なんですよ。月曜日だけ、月曜日だけなんですよね。はい、またよかったらねえ、まだうつらくしかないやね、やっぱ知名度が。よかったね、明日。え、普段は大学生？あ、いや、社会人。高校生？高校生じゃない。中学生？社会人。社会人。ほらほら、お母さん幼稚園の。おはようございます。おはようございます。何、綺麗に返されとんねん、これ。うまいこと。何を綺麗な書きやよ。一本取られました、はい、あ、そうなんですね。あ、ほんでなかなか働いてる方ってあんまり見れないんですね。ので、はい、普段そのゴジカルの、今ね、町市っていうコーナーで5時半ぐらいにちょうどまたチャンネル合わせていただけたら、はい、僕たちがバーってやってますので。5時半ぐらいですね。なんでそこで聞くねん。聞かんでもビルは取っちゃいましょう。明日録画で行きましょう。録画で、録画でください。もう1時間フルで出てますんで、一応。そうなんです。芸能人だよ。今目の前にいるのは芸能人だよ。まあまあ一応そういう感じになるんだね。うん、あ、嬉しいことに。ピンからキリまで言うところのキリだよ、僕だよ。キリだよ。でもそうなのね、あれブログ書いてるんですけど、あれがあのスイマス芸人っていうジャンルなんですよ。僕たち全国にね、47都道県に全員住んでるんですけども、それの徳島担当でキャンパスボーイっていうのが、来させていただきましての。はい、もう普段からずっと徳島でいてるんですけども、もう住んでるんですよ。もう住んでるんですよ、ずっと。まあ、彼はもう徳島出身なんで、はい、結局は実家に帰ってきたみたいなもんですけども。はい、千勝小学校です。どの辺ですか。もうすぐそこ。はい、あ、ほんじゃここからめっちゃ近い。いや、ここほんじゃ分かるってことは地元ぐらいの、うん、ぐらいですね。彼らは出身地とその住所と、いやいや、住所細かいまで言わない。住所と名前と電話番号、カードの暗証番号。あかんあかん、引き落とせるから、そんなやつら、うん、ダメですからね。プライバシーは守りましょう。お前が言うとですね。プライバシーは、とりあえず第3回ありがとうございます。この後、うん、2時半から第3回ということで。誰か目的の人とか。今回の第3回。え、ライセンス。あ、そうか、ライセンスさん。おい、あ、ライセンスさん出るんやね、次は。ライセンスさん、第3回目に出てくるということで。ああ、やっぱ人気ありますね。さすがですね。いや、それはマンスリー吉本買いはるわ。まあ、大体出てるからね、ライセンスさん。出てますか、この前も肉体美披露してたもんね。あ、内原さんがね。はい。見ました。ね、でつい最近は、まあ、男前ランキングとかでね、猪本さんも入ってましたし、いろいろとね、ありましたね。結婚しましたね。結婚っていうか、結婚や。結婚した、合ってるわ。そう。いや、すごい。あ、なるほど、それを今回見に来てと。いやー、いろいろとね、出演者も。次は誰が出るか。いや、結構なメンバー出てますよ、次も。もう毎回豪華ですね。毎回豪華。1回目はね、天然素材さん出てましたけども、ナイティナイさん。2回目はロンドンブーツさんとか出てましたけども、3回目はこちらですから。仁鶴師匠も出んねや。仁鶴師匠出るよ。よかったね、仁鶴師匠出るよ。仁鶴師匠、いやいやいや、みんなあんまり仁鶴師匠ライセンさん、仁鶴師匠はまあまあ本若テレビとかよう見てあるけど、顔の四角い仁鶴が丸く収めまっせ。見てた。どんな顔なの。
ものまね一切してなかった今の。顔の四角い三角が丸く収めます。それそれそれ、まあ、丸くあたりがちょっと似てたかな。これは逆に恥ずかしいな。恥ずかしい、似せようと思ってなくて似てしまった。思わぬところで、いや、いろいろと三角師匠、いろいろとね、次はキングコングさんもおる、おお、矢野兵道さん、お中川家さん、ブラックマネージさんと、ノンスタイルさんもね、いろいろと。すごいな。はい、この後も、新劇が後であるということで、いろんなメンバーが、いや普通の、これ第3回目ですけども、うん、公演の方は、まあ、ネタブロックっていうとこれが最後ということで、なるほど、もう次の第4回目は、ダウンタウンさんや明石家さんまさんなどがイベントしますので。すごいな、もうすごいですね。何年ぶりっていう話だからね。まあまあこのメンバー集結してやるんです、ね、やるのでね、うん、すごいメンバーが登場しますけども、これが1日で見えてるっていう、1日で出るんです。はあ、もう100期待、まあもう500くらいは出るらしいですね、一気に。そうぜ。この NGK だけで、そうぜ。うん、そうぜ。そうぜって何？そうぜ。そうぜ。あ、そうぜってことね。なんかびっくりした。やるぜみたいな感じの言い方なのかな。そうぜ。俺、スケちゃんみたいになってる。はい、そうぜ。そうぜ。何やねん、この日本語。そうぜ。で、こういうパブリックビューイング、ライブビューイングが、全国47都道府県で、まあ、大体97会場でやってると、うん、そこにプラス海外3県、これびっくりしますね、海外3県。海外もね、やってるよね。香港、韓国、中国、台湾、台湾、やってると、この3県でおかしいな、3国でもやってると。その参加者は誰が毎節やってるんですか？分からへん。僕、あ、びっくりしました。これ、ちなみにホームページの方で調べたら、全会場に行ってるらしいんですよ。その3国は分からないんですけども、ここ全部に、大体この住みます芸人っていうのが行ってるんですけども、まあ、大阪だと、まあ、違う、劇場が何個もありますんで、そこはまた別の芸人さんが出られてるそうなんですけども、スパンさんとか、GAG さんとか、なんかいろいろヘッドライトさんとか、いろんなメンバーが、やってるということで。大丈夫ですか？お腹減ってないですか？食べてきた。このタイミングでそれ聞いて。いやもうそれが心配で心配で。ニジやけど。何食べた？いや何を聞いたんだよ。ほんまに合コンみたいなやつだから。ハンバーグ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 。食いたいな。一番可愛い食べ物や。世の中で。ハンバーグ。ハンバーグ。いや言い方。うどん。いや言い方や。お前のサイズだけど。女の子から聞きたくない。うどん、ええやん。うどん。別にええやん。ハンバーグ。うどん。言い方やつだから。なんでやねん、お前。なんでうどんに、へえみたいな言うんだよ、お前。いや、うどんはね、男の食い物やから。いやいや、全員、老若にゃんの全員ですから、それは。見たことあるだって。こんな話広げてすまんけど。いや、女の人が、セルフうどんとか入ってる。あるよ。お前、うどん工房行ってみよ、お前。こう作ってる見たことある。北朝鮮島にうどん工房あるから行ってみよ、お前。おる？飛ばさしとかあるからさ、お前。行って行って、お前、おるわ。お前、そこで見たことないぜ、お前。ないぜって言うたよ、お前。やっぱないぜって言うたよ。やっぱゴミにぜって言ってるぞ、お前。無敵ある。これは別にええねん。ええねん。ええねん。ええねん、それは。あ、なるほど、しか、気になってしゃあないからね、ほんとに。もう、ややこしいわ、もう。ぜって使えませんよ、もう。ぜって使うやん、だってたまに。出ちゃうやん。まあ、たまに出ちゃうからね。まあね、これからいろいろと。うん、今、ちなみに僕ら、これね、ネット動画も今、ちょっと配信してるんですよ。はい。これ、Ustream っていうサイトがありまして、これ、すみません、芸人全員、夜10時から毎晩やってるんですよ、365日。で今日はですね、ちょっとこのね、僕たちね、ずっと朝からもう最後までいてるんですけども、まあ、最後いつも今日の最後は大体11時ぐらいに終わると。夜さんまさんが大体
19時15分から始まって、大体噂によると22時か23時ぐらいになるという噂を聞いております。すごいよな。で僕ら10時からやってるんですけど、配信ができないということで、とりあえず今ちょっとね話を流しながらということで、ついさっきもずっと流してるわけじゃないんですけども、まあ好きなタイミングでちょんちょんってやってるぐらいなんですけども、今ちょっとちなみに今3人の方が見られてます、その模様を。3人ついさっきはでもそれでも10人見ていただいて、意外にも夢の2桁。ただね、今僕もゆっくりしようと思ったら、意外にもこうね、準備するのを忘れてて、告知せずにもうスタートをしてしまったんですよ、なんでちょっとねその影響もあるかもしれないですけども、はい、いろいろとね、多分オープニングまでにはこれ終わる、感じでございます。まだ画面が2回公演終わってからになってますけども、この後ですね、また画面切り替わって、会場の方を移りますので、はい、お笑い好きなんよね。大好きなんよねそんなお笑い好きのお姉さんから俺たちは今日までそんなに知られてなかった知らないよ。最近好きになったんですよ。おお。いや僕らもまだまだ分かってるから、できればひいきにしてほしいとか。いや今日からね、ひいきにできる、できるように、もうライセンさんの次でいいので大丈夫、次で大丈夫です。いや、なんで一番じゃなきゃ。いや、ダダコ出てきました、ダダコが。ありがとうございます。ね、いやでも嬉しいですね、そうやって、でも本当に僕たちも全然若手なので、まだ23と25のコンビです、はい、清水と西浦と言います。若いぞ君ら見るからに俺らより若そうだけど若いですよね、一応ね、前までずっと大阪の方でファイブアップ吉本ってあるんですけど、行きました。どのライブ？モンスターエンジンのライブ。おー、そうなんですね。それのオーディション組でサードチャレンジっていう、あっちのオーディションメンバーなんですよ。でも本当にね、だからサードバトルとか、あっちがまだピラミッドでいうと下の仮想でしたの、やったんですけども、ちょっとそこで、僕たちは出てたんですけども、今もこっちでイベントとか、いろいろとそういうね、ご自宅とか出るようになってと。なので、もしかしたら今後どこかのイベントとか、もしかしたら新聞とかで映ってるかも。かもなのでね。かもでね。まあまあ、定かではないですからね。定かではないです。はい。でも、あれやったら、よかったら、ホットペッパーって街中あるじゃないですか。あれの今月号、エグザイルの方が、エグザイル。あ、エグザイル。もうあれだ、もう撮ってください、あれ。あの方の方に僕たち映ってます。ホットペッパーで。ちなみに表紙に載ってるエグザイルのメンバーは巻きだいよ。あ、巻きだい。そうやそうや。巻きだい。あ、ちらっと見た。巻きだい。いやいや、ヒゲだなって。結構おんねん、ヒゲのメンバー。他にもおんねん、いろいろ。でもこういう感じのヒゲは巻きだい。だよね。いや、違うか。巻きない。ね、巻きない。ええ。アクシ。ええ。見てへんや。エグザイルボケ見てへんや。ボケてもないやん。やめた。なんかあれ、方いつもね、巻き台とよく似てる方がいつも名前が出てこなくなるんですけども、なんか昨日バカソウル見たら、来週から MC になるかもみたいな。マツってね。あ、見た目が似てるんですか。ちょっとなんか雰囲気というか、まあちょっとマツの方がシャープやねんけど、もうエグザイル好きがもううんってなってる。いや、なんかいつもね、でもなんかよくバラエティ出てるというか、テレビに出てるタレント側の方なんですけども、いや、僕はなんかバカソウルのなんか MC になるかも的な。そうなんや。昨日テレビで見てまして、そうすごいな。お、そうなんや。そうなんですよ。あれは芸人のための番組じゃないの？
いやいや、あれはもう、まあ、音楽と笑いですから、うん、まあ、ダンスも言うたら一部なるでしょ。いや、だいぶなるよ。もう、その、ね、うん、あれ、ダンサーの方もたくさん出られてますんで、バカ勝利実はね、あれ、そうなんだね。そうそうそう、ちっちゃい子で見たことない。あれ聞こえた。拾うなお前。地獄耳やな。地獄耳というか普通に聞こえねえ。マジで普通に聞こえねえって。拾わねえのに。でもね、いろいろと。あ、なんか、あ、いろいろと。注意事項の。びっくりした。いつの間にか。始まったんかなと思ったよ。いやいや、画面がね。あ、その注意事項で。注意事項で。一応衛星配信でございますので。はい。まあでも今日は天候とってもいいです。あ、いらっしゃいませ。あらら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 。まさかでびっくりしました今。どうぞどうぞ。今のうちに前の音とかないと、後から、あと、あの、終わる間際、始まる寸前にいっぱい入ってますんで、ここ。はい。100人ぐらい行ってみましょう。あと入ってますんでね。どうぞ。今のうちに、撮ってください。あ、嬉しいですね。増えてきましたね。できたな。まあいい、御礼。御礼でございますね。まあこの後、2時半から始まりますので、はい、盛り上がっていこうぜ。イエーイイエーイ。あー、いいですね。そう、あ、まあまあ、でもお祝いの会がね、そんぐらいテンション上げると、もう始まってもフーって言っていいからね。いや、まあまあ、でも全然、でもね、あの、声に出して笑っていただいても全然いいよ。先ほど、あの、第2回目ではザ・ボンチさんが出てたんですけども、はい、僕はもう腹抱えて涙流して笑ってしまったんでね、全然もう気にせずに皆さんね、笑ってええねん、笑えばええねん、笑って普段嫌なこと忘れちゃええねん。なんか、トータス松本みたいやねん。それでええねん。いや、もうそうやねん。ええねん、ええねん。絶対そうやねん。うん、曲みたいになってますからね。この後、第3回目は、バノンスタイルさんだったり、ライセンスさんね、キングコングさんなど、カウスボタン師匠などいろいろありますので、ちょっと楽しみですね。ちなみにお姉さん、なんか目的の芸人さんとかおるんですか？いやいや、なんか言われへんような芸人さんなんか。いやいやいや、いっぱいいっぱい。え？いっぱい。はい、この後。カウカウ。カウカウさん。カウカウさん。姉さんは誰？カウカウさんで、ね、したらちょうどね、これ見れないっていう。え？これね、幕。マスが見れないらしいんですよ。ええ？いや、なんかね、あの、これがね、ライブビューイングなんですけども、やっぱこの会場の方がやっぱ4500円らしくて、そこだけこっちは僕らの倉庫になってしまうらしいんですよ。申し訳ない。なので今日僕たちが、当たり前のやつをしますんで、とかならへんで。結構期待されてるで。いやいやいや、もう何が？していいもんかね。いやいや、それはダメです。それは僕が言うときはダメです。どこまで信じていいか分からん。いや、でもだんだんとね、増えてきまして嬉しいことでございます。ね、笑いすぎ笑いすぎ、ななちゃん、本当に個人名を言うな。ね、いやー、さっきね、ちょうどね、皆さんいない間にキャンバスボーイがね、トリオになってたんですけども、ついさっきまで掃除のおばちゃんとね、ずっと3人でトリオになりながら喋ったんですけども、はい、もう行かれましたね、おばちゃんの方ね。そうだね。さあね、これ今ユースにも配信ちょっとしてるんですけども、アーカイブおかしいことになってたんでね、キャンパスボーイが3人おる状態。挨拶が始まってるんですけど、おばちゃん普通に俺たちのマイクも喋ってる言うてのに。で、ここにね、座ってたから、こう、喋ったんですよ。どこから来たんですかって。僕たち5時から出てるんですよ。言ったら、おばちゃんの方が、そうなんや。食いついたで。おばちゃん、おばちゃんの方食いついたで。なやちゃん、もう、ここの前に立ってましたよね。すごかったですよ。まあ、逆やから、俺たちは。こういう休みの間が仕事やから。そう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 。では、今日はね、ずーっとね、朝からね、第1回目から。おしゃべりの方させていただきますけども、待ち遠しいな。待ち遠しいですね。あと10分でございますよ。10分か。だってほんまに第1回目はナイティナイさんとかいろいろ出ましたし、うん、第2回目はどんどんブーツさんだと、はい、普段 NGK ではあまりね、もう見れないメンバーが、今回見れてるということで、これはすごいわ。
お前すごいよ。これいつか勝ちたいね。200周年。200周年。200周年だった時僕ら。決まってるやん。123歳です。150周年かな。じゃあ150。150。なんで50年後。50年ぐらいだったらちょうだいよ。50年後だよ。俺は70ぐらいだよ。70ぐらいもう大ベテラン。出れるんちゃうか。いって出れるんちゃうか。糸地恋しようみたいな。みたいな感じで、はいはいどうも。出れるよね。うん。なんかできるんちゃいます。できてるかな。いや、そこの問題。捕まってないかな。いや、捕まないよ、お前。悪いことせん限りは。なんか捕まらないで、あなたね。ダメですから。いや、わからへんで、だって。お金持ちそう。俺すぐ解散したいの。めっちゃ借金してるかもしれんし。ああ、まあな、芸人たるものね、お金借りたりしますから。めっちゃ借金して、不動産とかに手出して、そう借金とかして。不動産じゃな不動産とかに。え、なんか土地をね。ああ、そういうこと。土地とかやって、それ、はい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 、暴落して株とかが。お前、坂東エイジの道のりたどんない、お前。坂東エイジさんみたいな道のりたどんない。でなんか開口とかね、そういう養殖とか始めて、開口の養殖始めてな、それも失敗して。なんで開口の養殖すんだよ。で、ラーメン屋始めて。いや、攻めすぎやねん、それ開口の養殖なんで、お前。まあ、ラーメン屋でええわ、特殊なんて。ラーメン屋とか、ラーメン屋とか、デビット伊藤みたいにやっとけ、お前。かわいがもんか。それはラーメン屋でも成功例やろ。まあ成功してしまってるから。いや、成功してくれよ、うん。いや、せっかくやるんやったら成功してほしいから、そんなもん。いや、でも本当に、でもまあまあ、今後どうなるかわからないけどね。うんまあ、一生芸人なんて、そのつもりでね、それぐらい気持ちでやりたいじゃないですか。せやな。急に重みのあるせやが出たよ。ごめんね、熱い話しちゃって。そこまで熱くないよ。もう低温や、低温。それぐらい飲んで。低い、ほんまに。低いね。そんな軽い気持ちで言うてん。ちょっと芸人みたいな。いやいや、今のせやなっていうね、言葉の重みですけども。でもあと7分ぐらいですか。はい、でも楽しみですね、いろいろと。本当にね、さっきからね、僕もいろんなメンバーをね、見てますので、はい。これこっち第1問じゃないですか。あなた、何か見てみたい、気になる方いますか。はい、僕はですね。はい。僕はこれですね。マジマジ見てますね、はい。僕はインパルスさんみたいですね。インパルスさん、はい、なぜですか。面白かった。いや、もうそれ分かんないけども、うん、もうそれ分かんないけども、うん、いや、普段やっぱ大阪の劇場では見れないとか、そういうのがあってかなと思って。いや、そうですね。大体ね、漫才の人が多いんですね。ああ、なるほど、なるほど。うん、確かによう見てみると、ラインナップは漫才が多いです。で、こういう、NGK とかで幅広いお客さんがおる中で、はい、コントで一体どんな笑いの方を見せてくれるのかっていうね、僕がちゃんとチェックしておきたい、勉強させてもらいたいなと僕は思います。はい、ありがとうございます。お前、完全にお前リーダー抜いちゃうか、お前。ABC 新人お笑いグランプリの。いやいや、わからないですよ。いや、全然お笑いのことなんでわかんないです。いや、芸人やめよ。全くわかんないです。芸人やめちまいとしたら、本当に。漫才とコントの違いの特にわからないです。それぐらいわかるやろ、ね。大体わかるやろ、そのここ、二角師匠とか、うん、カオスボタン師匠も出ますね。そう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 、もう大御所ですからね。これは取りにふさわしいです、ね。あ、次長課長さんも出るんですか。次課長さんもね。あ、でも今回ね、お時間の方が決まってますので、皆さん持ち時間ね、いろいろとあるんですけども、うん、普段ね、またこれ以外でも、また LGK の方見ていただけたら、もうすんごいですよ。やっぱり普段新喜劇の時はテレビというかカメラが入ってるんですけども、たまにやっぱ毎日やってるんで、その1週間ある中の1日しかカメラ入らないんですよ。なので、それ以外は大体もう、何ですか、もう自由なんですね、言うたら。なので、僕、こんなちっちゃい時に、中田カウスボタン師匠の漫才見たんですけども、面白かったんですけども、持ち時間大体10分としましょう。じゃあ、カウスボタン師匠、なんと30分やりました。すごいでしょ。でももう笑いが大変だよ。でもそれぐらい生はまだ面白いよ。まだね。そうそう、今日はね、だからもう今日すごいんですよ。だからみんな、もうお偉いさんね、もう師匠クラスが会社に言われてるんやって言われて、時間の方守れって、怒られるかあかんねって、西田教師を7分きっちり守りましたからね。7分きっちり守って、ネタされましたからね。これはみんな守るしかないです。すごいですよね。一番上の人がしっかり守ってるから。いや、素晴らしい。うん、それはもう、
若手はもうねオーバーできないですよ、そうなってくると。いろいろとオープニングでは千原兄弟さんも出るんですね。そうそう、2丁目ね、大阪の2丁目劇場っていうのがあったんですけども、今はねそのファイブアップ、元ベース吉本ですけども、うん、2丁目劇場というねところで、出てたメンバーですね、ダウンタウンさんが卒業した後ぐらいに2丁目の時の4時ですよーだ終わったぐらいのね、すんげーベスト10とか、うん、その頃のメンバーが出てると思います。あ、言うてる間にあと5分ですよ。何回撮ってんの。言うても2分しか経ってんの、ね、さっき7分見えてから。そうそう。いや、もたへんのかい。その5分もたへんのかよ。気になんぞじゃ。なんて甘神ん。なんて言うんだろう。気分安定の思いは。ごめんなさいね、本当にもう、いろいろとね、はい、やってますけども。さあ、でもね、まだこの後、皆さんこの後は第4回目も見られるんですか。どうしようかなと、新たな続き見ていただけた方がもうお得かもしれないです。なんか噂によるとこれ DVD 化されるのかなと僕は思ったんですけども、はい、いや、噂によるとなんかされない可能性もあると。ってことは、うん、なんかこれだったらしてもいい感じなんだけども、意外にももしかしたらされない時はこれめっちゃお得っていうね。だからこの後のダウンタウンさんに控えてるね、まあ頭で記憶するしかないと。まあまあでも本当に伝説の一日を目撃できたという感じですので、以上で僕たちもその一日の中の含まれてますので、徳島県はキャンパスボール含まれてるか俺ら。あれともう伝説の本当に何か伝説メンバーですか。2名ぐらいやと思いますよ。え、うん、2名ぐらいに含まれてるか俺ら。うん、そこぐらいに含まれてるもの、それかゴンベの下の口やと思いますね。まあ、なんでも、これね、それ一つかけてもね、伝説の一日にならないから、重要なポジションよ。まあね、だからまあ意外にもね、その辺に入ってると思うんですけども。自分たち大きく見せようと必死やな、俺らは。もう、いやいやいや、あなたしか言ってないと思う、ね。伝説のメンバーですか、僕らは。いや、そういうのはめっちゃすごいな。伝説のメンバー。伝説のメンバーだよ。伝説の一員ですよ。ちょっと今度のプロフィールに書こうか、俺。はい、どうも、伝説のメンバー、キャパソーです、お願いします。これが言えるんちゃうか、お前。もうす、徳島県すいませんけど、いたよ、もう。伝説のメンバーです、お願いします。そのことは、でも俺。元高層特芸人。あ、お前な。お前な。エリテアンケーさんみたいな。あっちの暴走族みたいな。いや、ほんまそっちはそっちで伝説ですけど、いや、今後言えるかもしれないですね、そういうことは。言えるかな。言えるかですね。みんな言えるやろ、大体の人。ああ。携わった人は。ねえ、多分全員いると思いますけど。伝説のスタッフとかもおるやん。伝説。言うな、これ、伝説の視聴者と伝説の椅子でもありますからね。伝説の椅子。伝説のパイプ椅子ですよ。伝説。伝説会館や。伝説会館、これ。伝説のパイプ会館。これ徳島すごいですよ、全国ね、東方シネマ、ワーナー前からいろいろある中、徳島県、自衛隊会館とかね、全然全然ええやんけ、ほら、聞かれたらどうすんねん、これ、いいじゃないですか、漢字がさらっと並んでる、この素晴らしさ、横文字入れたいけどね、徳島、素晴らしい、徳島レジェンド会館になりたいけど、レジェンドオブ会館、レジェンドになりますか、言うてる間にでも画面の方が、あ、変わった、始まるかな、はい、ありがとう。画面の方を、聞いてみます。ああ、本田氏が見えた、マックの方ですけども、これからですね、第3回目の方が始まります。皆さん、ごゆっくり。お考え